はい今日は気候変動とインフレというタイトルでお話を伺えるということなんですが先生、今日はどんなお話になるのでしょうか <laughs> そうですねまあ皆さんご存じの通り、まり、あ、アメリカ、日本先進国をはじめ <laughs>、えー、世界中がですね、えー、この <laughs> 昔は気候温暖化という言葉を使ったんですが、この温暖化というのはちょっと問題があるということで、最近は気候変動というふうに、まあ、変わったんですけども、いずれにしても、ですねこの気候変動というのがもう世界最大の問題になりまして、えーまあ、その結果というか、気候変動が原因と思われるですね、 異常気象というのが、このところ、世界中で起こっているわけですね、日本もご存じの通り、洪水、集中豪雨、今までになかったようなですね気候変動というのが起こってまして、今までになかっただけに、それだけのインフラの備えがないということで、ですね大きな災害が生まれていると。 いうこ,とこれ、日本だけではなくて世界中同じなんですね。ですから、この世界は一段となって、この気候変動に取り組まなければならないというのが今なんですね。そして、この日銀、それから FRB、中央銀行、それぞれ先進国の中央銀行はですね、この気候変動のための投資、 これにです、ね、支援をする、気候変動のための投資を支援する、そういう体制作りをです、ね、今、やってまして、日銀の黒田総裁もこの前の金融政策決定会合で、気候変動についての融資、ね、枠というのを増やしてです、ね、特別の緩和措置を取るというふうに言ってますし、<laughs> アメリカの FRB のパウエル議長の方もですね、えー、この気候変動についての、まあ、金融支援をすると、まあ、こ世界的な一つの動きになっている、えー、そして、えーまあ、バイデン政権もですね、えー、このところ話題になっている3.5トリリオン US ドラーですから日本のお金にして、えー、370兆円ぐらいですか。 あの予算をこの今、議会でに提出して検討するという段階に入っているんですが、これのこの大型予算の中には、ですねこの気候変動のための対策費、それからまあ俗に言うクリーンエネルギーですね、今の原油石化 まあ、二酸化炭素を出すですね、この石灰エネルギーからクリーンエネルギー、グリーンですね、えー、緑ですね、グリーンエネルギーに変えるそれ、そのための設備投資、その他のですね、予算として、えーまあ、多額なあその予算を取っていると。 こういうのを見てもわかる通りですね。先進国のみならず後進国新興国もですねこの気候変動ということについては大きなお金を割いて対策に対策をしていると。ところが一方ですねこの二酸化炭素これがまあその。 温暖化の原因だというこ,とになってましてこの二酸化炭素を抑えるための,その二酸化炭素税という、まあ、税金があるわけですねつまりこの、えー、気候変動の一環としてですねこの二酸化炭素を,のを抑えるということのためにはですね この企業の方にもこの厳重な規制をするということで、企業の方もこの二酸化炭素を出さないようにするためには、ですね膨大な設備投資をしなければならないと、一方、国家の方もですねこの二酸化炭素税といって、税金をですね取るということ、こういうですね流れ、そしてそれに対して国民は反対できないと。 いう状況これがですね世界的に進んでいるわけなんですよで今この時間でもお話したと思いますが今アメリカで最大の問題はインフレなんですねインフレがどんどんと加速しているとだからこれを抑えるためにはですね緩和の縮小あるいは引き締めというふうにしないとですねこのままいくとハイパーインフレになるとハイパーインフレっていうのは最も 恐ろしいことで一旦ハイパーインフレになるとですねもう手がつけられない、どんな政策をとってもですね手がつけられない、えー、昔、第1次大戦の後にですね、え、ドイツでこのハイパーインフレが起きまして、えー、食料品を買いに行くのにですねお札をリュックサックに詰め込んでですね買いに行くと。お一時はですね え食材が何兆丸くもするっていう、日本でも1兆円ってったら相当のお金ですけども、何兆丸くもするという、そういう、実際そういうことが起こったわけなんですよ。日本もそれほどではありませんが戦後 1948年だったと思いますが、ハイパーインフレに落ち込みまして、預金封鎖、あそれからあ、まあ、食料品買うのにですね長い行列ができて、もうとんでもない値段になったということを経験してますが、このようにですねインフレというものがハイパーインフレという形になると、ですね経済が破綻する、死んでしまうわけですね。 今、アメリカはそのハイパーインフレを防ぐにはどうしたらいいかということ一方ですね、ハイパーインフレをこの防ぐということで えまあ利上げをする引き締め政策を取るとですね経済が破綻してしまうわけですね、大不況に陥るわけですね、だから大不況にその陥るのがいいのか、それともハイパーインフレになって死んでしまうのがいいのかっていうこのジレンマですね、えー、現在、アメリカ FRB はこれで悩んでるわけなんですよ、そこでこの <laughs> インフレですね、今、アメリカでインフレが進行してるんですが、そこに この気候変動が大きく影響している、つまり気候変動のためにです、ね、インフレが加速しているという事実があるんですよ、どういうことかというと先ほど言いましたように、えーまあ、二酸化炭素税を取るということになると、二酸化炭素を出す企業は税金を払うわけですから、その払ったコストはです、ね、品物に商品、サービスに転嫁するというのは当たり前のことですね、ですから <laughs>、えー、物価が上がると。 いうことですね。それから <laughs>、またあ、これがですね、えー、どんどんと、おこのお、えー、この気候温暖化が進んでくると、日本でもそうですけども、あちらこちらでインフ,ラインフレがずタずタになってしまう。えー、町ごと流されるなんていうことも出てくるわけですね。でそうするとお、これは背に腹は変えられませんから、そこでですね、えー、もう返済不能であっても、おこの <laughs>、 えー、財政支援をせざるを得ないと、今のコロナ対策も同じですね、もう借金これ以上できないというところに、ですねやはり命あってのものだねですから、どんどんと財政出動すると、返済不能を承知の上で財政出動するというような状況がですねあちらこちらで起こっているわけですね。ということは、ですねこれ、通貨インフレを起こすわけですよ。ね、ですからこの通貨インフレとそれに この気候変動のためのですね、えー、費用、これをですね、えー、商品、サービスに転嫁するということ、さらにはですね、気候変動で、えー、この、えー、まあ、原油、天然ガス、えー、こういうところでですね、えー、その、えー、需要があってもですね、それの供給が間に合わないと。 これがですねエネルギー価格の高騰という状況になってそしてそれがためにまた物価が上がるということでこの気候変動というのはですね実は <laughs>。 え、インフレを加速している最大と言ってもいいぐらいのですね、インフレに対して大きな貢献をしているわけなんですね。ですからそういうこともちょっと頭の中に入れて、二酸化炭素をなくすあ地球温暖化、 をなくすそれから気候変動の対策をするということは大変重要なことでやらなければならないことなんですがそれをやるとインフレになっていくんだということも覚えておいた方がいいいでではないですかねうね、ん、増田先生、ありがとうございます。はい <laughs>